こんにちは、しょうしこです。こんにちは、きよです。はい、今日はですね、はがきに墨絵でクリスマスローズを描いてみたいと思います。はい、それではしょうしこ先生、よろしくお願いいたします。はい、頑張ります。はい、クリスマスローズは、はい、ちょっと今回はね、グリーン、まあ白ですね、白のクリスマスローズの花が下を向いてる、はい、まあ基本的には下を向いてるんですけど、その花をですね描いてみたいと思います。線描きですね、白のクリスマスローズを線描きでまず表現します。はい、はい、手前の花びらから描くんですね。そうですね、そして向こう側の花びらを描いていきます。はい、花びらの脈みたいな、シワみたいな、シワですね、うん、そういうのをちょっと入れるとまた雰囲気出てきますね、はい、高さが出ますよね。そう、もうこれでなんとなくね、出来上がって、今度は葉っぱです。はい、はがき、これ水彩画用にですね、墨で描いてます。あ、それで光るんですよね。そうですね、うん、根元にちょっと濃い墨を垂らし込んで締めていきたいと思います。はい、そして今度は向こう側の葉っぱ、ごめんなさい、手で見えないと思います。はい、2回ほど手を動かしました。そうですね、で濃淡をつけることによって遠近感が多少出てきますのでね、はい、白い花ですからいい感じになりますよね。そうですね、そしてここから茎をスッと出して、ですね、手前にちょっと描こうかなと思うんですけど、こんな感じですね、1、2っていう感じですね。はい、はい、1、2回ほど、はい、はい、すごくたまりますよね。うん、仕方ないですよね、大仕上がりですね。そうですね、でもうこれで結局出来上がりなんですが、あとはですね、水墨画と言いながらもちょっと顔彩で色をつけます。はい、花芯の部分だけですね、花芯の部分にですね、黄色とまた少しグリーンとかを入れると、またクリスマスローズの柔らかい雰囲気が出てくると思います。はい、ほんのちょっとですよね。そうですね、はい、はい、それでは、言葉を入れたいと思います。はい、お願いします。